宗谷丘陵、1977年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成宗谷丘陵は、北海道稚内市の宗谷岬南部に広がる、日本最北の丘陵地帯。宗谷丘陵は、宗谷岬南部に広がる、標高20メートルから400メートルまでのなだらかな、丘陵地帯。地形は、地理学者。 鈴木秀夫等大名誉教授により、2万年前の氷河期に形成されたものと確認され、北から南に向かい標高が高くなり、緩やかに起伏しているが、深い谷はほとんど存在しない。明治期の山火事によって樹木が消失した。気温が上がらず強風が吹くため、現在も樹木が回復していない。そのため、樹木に遮られることなく、肉眼で、 周氷河地形を見ることができる数少ない場所となっている。宗谷丘陵と宗谷三崎宗谷丘陵衛星写真宗谷丘陵の周氷河地形宗谷三崎平年地詳細。気象庁。2016年4月13日閲覧。宗谷丘陵の周氷河地形北海道遺産2016年7月3日閲覧。小川秀夫、クリス国安。 タミヤトール、日本絶景ロード100中村淳一編、開出版社、エイムック、2016年4月10日、24ページ。ISBN 978から4から777939800。ありがとうございます。